はい、価格の種類について確認をしていきます。ポイント、正常価格と他の価格の種類との関連を抑えておくことが重要となってきます。まずは限定価格と正常価格との関連ですね。下、左が場面というところ。まずは併合目的とする売買に関連する場面を考えていきましょう。限定価格ですねで。具体例がありまして、1つ目、借地権者が底地を併合する場合ですね。これ、0時の1番目です。立場を入れ替えて、2つ目、底地の所有者が借地権を併合する場合ですね。 例示の一番目、逆にした場合です。で、三つ目、隣接不動産の併合の場面、これ例示の二番目です。もう一度例示の一番目、借地権者が底値を併合すればいい。借りていた人が、借りていた対象を気に入っちゃったんで、自ら所有者になればいいですね。この家バージョンが、例示の四つ目ですね。借家人が貸し屋敷を併合する場合です。これ、各論に示されています。 また立場を逆にしたものが最後ですね貸家式の所有者が借家権を併合する場合これ立ち退き料としての借家権の鑑定評価の場面ということになっていますこれらじゃあ併合の場面何でもかんでも限定価格になるかというと場合が分かれてきますなんか場合分け増分価値が発生してそれを考慮する場合には第三者が提示する正常価格でも増分価値分高い価格を提示できる場合に市場が相対的に限定されて求める価格は限定価格となってきます でなくて増分価値が発生しない発生しても考慮しない場合には第三者が提示する正常価格でも高い価格を提示することができませんので市場が限定されな、ね、い求める価格は原則論正常価格となってきます前でした問題に挑戦の1つ目見てください。はい、問題に挑戦1つ目 着地権者がそこ地の併合を目的するに売買する場合でも例示の1番目ですね第三者間取引の場合とその取引価格に差異が見られない場合には求める価格は限定価格にはならないそうですね第三者が示す取引価格と違いがない要は増分価値が発生しない場合には市場が相対的に限定されませんので求める価格は原則論正常価格となってきます限定価格にはならないんだということです。 英語の場面何でもかんでも限定価格になるかというと増分価値あってこその限定価格です。増分価価価値が発生しなない場合にはは求める価格格正常価格となってきますで留意点のところを見てください右必ず正常価格よりも限定価格の方が高い金額になってきます。 第三者が提義する正常価格でも高い価格を提示できるように市場が相対的に限定されて限定価格になってきますね必ず限定価格の方が正常価格も高くなっていますこの関係は下正常価格と限定賃料も同じ関係ということになってきます今併合の場面を確認してきたんですがじゃあ分割の場面ですね例示の3番目留意点の2つ目分割の場合も経済合理性に反しなければ要は原価が生じなければ 求める価格は正常価格となってきます同じような議論です分割の場合何でもかんでも限定価格になるかというとそうじゃなくて原価が生じなければ要は経済合理性に反しなければ求める価格はこれ正常価格となってくるんだということになりますで今度は特定価格と正常価格との関連です二つ目場面特定価格として求める場合に形式的に該当する場合です、えー、と求める場合がね、三つ例示されています キーワードとしました例示の1番目が投資再産価値を求める場合です例示の2番目が早期売却を前提とした価格を求める場面例示の3番目が事業継続を前提とした価格を求める場面ということになってきますでこれら例示の場面に形式的に該当する場合何でもかんでも特定価格として求めるかというとやはり場合が分かれていきます真ん中正常価格と乖離する場合には 求める価格は特定価格となってきますが、成長価格と乖離しない場合です。例えば、例示の1番目と3番目ショートする運用方法、もしくは現況が最優。好種と一致する場合には、これ成城価格と乖離しないことになります。0時の2番目、早期売却による原価が生じない場合があります。売り急いだんだけど、対象不動産は人気があって原価が生じないってこともありえます。つまり、正常価格と乖離しない場合は求める価格はこれね。正常価格となってきます。 はい、ら問題の,の2つ目見てください資産の流動化に関する法律に規定する資産流動化にかかる不動産取引の目的である不動産の鑑定評価の依頼を受けた場合例示の1番目証券官の場面です資産流動化計画等により投資家に介される対象不動産の運用方向の使用が対象不動産の最優効公と一致している場合でも求める価格は特定価格としなければならない。 投資家に示した運用方法が最優先者と一致する場合にはこれは最優先者を前提とする正常価格と乖離しないことになりますので求める価格はこれ例示の場面何でもかんでも特定価格になるかというと正常価格と乖離してこその特定価格ということになってきます。 で、まあ、形式的に特定価学を求める場合に該当するにもかかわらず正常化学と乖離しないことから結果的に正常化学として求めた場合の鑑定評価報告書にの記載です留意点のところでください。 結果的的ににに正常科学学ととししてて求求めめた場合ままず形式的に特定科学ををるる該当すすんだということを示していきますつまり法令等による社会的要請の根拠と依頼目的に対応した条件というのをしっかりと判定評価報告書に記載していきます。とともに結果的に正常科学として求めた理由ですね解離しないと判断した理由も併せて記載する必要があるんだということになってきます。さらに正常科学との関連という意味ではもう一つ例示の1番目これ証券化の場面ですね。 当法人等々に不動産取引の場面ですで、えー、と鑑定評価学というのは飼い主の下で認められる経済的利益を貨幣で表示したものなのでもろもろなことから例示の1番目なぜ特定価格として求めるかというと投資家に示した運用方法をシュートするからです。で投資法人等々が投資対象資産をですね取得する場面で取得する場面取得する場面 投資法人等々が買い主ですつまり投資家に示した運用方法を所有とする必要があるので求める価格は特定価格となってくるんですがじゃなくて留意点の2つ目投資法人等々が投資対象資産を譲渡する場面ですこれ買い主は全く関係のない第三者ですね投資家に示した運用方法を所有とする必要はありませんつまりはこれ最優効者を前提とすることができるので求める価格はこれ正常価格になってきます ただ正常価格として求める場面であったとしても当乗法人等々で不動産取引であることには変わりはありませんのでこれ証券対象不内産省章証券化対象不動産の鑑定評価イコール特定価格として求める場面で勘違いしちゃいそうがいるんですけどそうじゃないですからね正常価格として求める場合もこれ証券化対象不動産に該当することになってくるんだということになります。 はいでは今度は特殊価格と正常価格との関連ということになってきますはい3つ目場面としましては文化財宗教建築物や公共公益設の鑑定評価の場面です神社仏閣、公園等々の評価の場面じゃ何でもかんでも特殊価格になるかというとやはり場合が分かれていきます利用現況を前提とする場合には市場性を有しませんので求める価格は特殊価格になっています じゃななくて利用現金を前提としない場合、例えば公園取り壊していたならばマンション等々を建てるにはもってこいですよねつまり市場性が生まれていきますので求める価格は正常価格となってきます。はい、問題の挑戦の3つ目見てください県から文化財の指定を受け,た受けていた県立博物館の維持管理が難しくなったことから建物を取り壊して民間に売却することを前提に県から評価の依頼を受けたこの場合求める価格は特殊価格であるとなっています。 文化財の人を受けた公共公益説何でもかんでも特殊科学かというと、えー、取り壊しを前提にしてますので、ね、やっぱりマンション等々を建てるにはもってこいのところにあるはずですつまり市場性が生まれていきますので求める科学はね正常科学」になっていきます神社仏閣公共公益設、何でもかんでも特殊科学かというと利用現況を前提としてこその特殊科学です利用現況を前提としない場合には市場性が生まれてきますので 求める価格は正常価格となり得るんだということになってきますでは特殊価格どういった価値概念として求めるかというと留意点文化財的な価値ではなく費用面からの価値を求めるものです何でもか定程じゃないんだってことあくまでいくらで建てれるかコスト面から費用面からの価値が特殊価格ということになってきますさらには正常価格の括弧書きの兵器は特殊価格の場合ですね不要なんだということになっていますこれ括弧書きで平均できるんですね 要は前提が共通であるにもかかわらず例外論を求めた場合には原則論論の正常化学を括弧書きででしなさいって議論です。前提が共通というのは正常価学を求めることができる不動産要は市場性を有する不動産を客体とする場合ということです。なので市場性を有しない不動産を客体とする特殊科学の場合には前提が共通ではありませんので正常価学・括弧書きで兵器は求められていないんだということになってきます。 はい、これ価格の種類ということになってきます。はい、では次の分野ですね、四ページ進んでください。はい、建物及びその敷地の最有効所の判定確認していきます。で、ちょっと端書きですね。ちょっと見ていきたいんですけども、こちら。 ね、もう皆さんご覧になられてるかなと思うんですけどもこの問題集なんですけどね、まあ、大きな特徴なんですけどほとんどそのほとんどですね個数問題で作ってます例えばねどこでもいいんですけど、ね、ご覧だきますこんな感じです。ね、こういういいの個数問題って言いますで当然この個数問題っていうのは一個一個の足のねこの正解値ですねこれが正確にわからないと答えが出ない。ね、その意味でで非常に難易度が高いんですよで最近はね。 もも行政法規も関係論もこのの個数問題は一切出てませんのでですから心配なさる必要はないです。ただ勉強する上ではねこの個数問題非常に有効ですのでね毎年この問題集に関しまして私ねこの個数問題で作ってるとそういう次第です。で一応この左側ですね見ていただきますチェック欄がありますんで皆さんの方に置かれましてはね例えば、e「いロ色」とかねどんどん読みながら「丸」とか「バス」とかねどんどんつけていってほしいんですよ。一応3回、ね 3回回せるように作ってありますんで,で最終的には右上ですね、まあ、これは私のイラストなんですけど全問正解、ししですそしたら丸「ね。最後この「丸をつけたらもうこのね例えばこの問いの38番はもう全部できるよそういうねまあ印ですよ、ね、で逆に言うとこの問題集に上がっている全ての知識をしっかり覚えてほしいんですよ。 あの若干ね若干細かい知識もおのせはしてるんだけど基本的に各法律の重要な知識しか載っけてませんから全問です全問正解を目指してほしいんですよ本試験まで。で回す回数はね当然あの個人差がありますんで、ね、一応チェック欄では一応3回ねこれ回せるようには作ってありますけどもちろん4回回しても頂い,いても構いませんしあるいはもう時間なければ1回でも構いませんから、ね、とりあえず最終的には全問正解でここに回ると、ね、これをぜひ目指してやってみてください。 で、ちょっともう一回、もう、端がき戻りますけども。で、あと、これですね。あの、順番です。ね、ここに掲載している法律なんですけども、担当本試験のね、あの、掲載の順番と同じように並べました。やっぱりね、もう本試験近いですから、ね、頭を鳴らしていただくって、そういう趣旨です。ね、ですから問いの一番。これね、この後もすぐやっていきますけども、ね、本試験と同じく、土地基本法から載っけてあります。そういう次第です。で、あと、これ、これもかなり、ね、この、 問題集のねまあ大きな特徴っていうふうに言えると思うんですけど細かい法律は載っけてません土地収容法不動産登記法そして不動産証券化関連法令ね私普段この3つをね裏三兄弟って呼んでますよねでこれはやんなくていいよ勉強しなくていいよって申し上げてますこれはのっけてませんあとさらには宅建業法もねこれのっけてません宅建業法もねいつも皆さんにねあの宅建やった方だけ宅建をね勉強したことある方だけやってくださいねって申し上げてるでしょ ね、ですから逆に言うとここの問題集に上がっている問題はとにかく全ての受験生の方に共通ってこと、ね、全ての受験生の方に全問取り組んでいただきたい、ね、そういうふうに作ってありますんで,、ね、であとはいいですかねあ,あとそれからねこれ直近の情報ですけども昨年ですね2019年ねとにかくねもうちょっと言うと2018年から難しくなってるんですよ。 ここ直近2年間です。2018と、そして去年の2019。とにかく行政法規難しいです。ね。で、逆に理論が優しくなってます。これ去年の2019年ですけど、カンティリオンの平均点が68。それに対して行政法規が54.1と。ね。同じ年ですよ、これ。もう平均点の開きが14点ぐらいになっちゃってるんですね。いいですね。こちら。でもね、でも、 それほど深刻になる必要はないです。行政法規確かに難しい。でもね、これ、ここ、しかし、合否はそのような細かい知識で決まるんじゃないよってこと。逆に、誰もが知ってる。誰もが一回は見たことあるけど、これどっちだったっけってやつですね。そういうのです。で、そういう基本的な知識の問題が、実は合否を分けるんですよ。難しい細かい知識なんかみんなできないから差がつかない。だそんなのできなくていいんですよ。 ね、むしろみんなが知ってるあるいは一回は見たけどこれどっちだったっけかななんかちょっとあいふえだよなそういう知識問題が実は合を分けるんですよで実際うちのねレックの毎年ね担当本試験直後に行っているオンラインリサーチによると去年ですね2019年の行政法規正解率が50%以上の問題、ね、こ,れこれ私よく2人に1人が解けた問題って言い方をするんだけど、ね、これを合計すると28問。 7割に到達してるんですよ。ね、こちらそうすると本当にね細かい知識は気にしなくていいってこと、ね、基本的な知識をしっかりと固めてくださいそれで行政放棄十分、ね、これ7割28も到達できますから、ね、で一応、まあ、目安ですね目安としてはこれも私いろんなところでもお話ししてますけども最近ですねここ直近2年間も圧倒的に鑑定論が優しくてで行政放棄が難しい。 こういうい形なんででで一応すすねね科目合わせて140です、ね、実際去年2019年が合格ライン140だったんですけど理論と行政法規合わせて140一応これを目指してみてくださいで内訳としては理論が8割行政法規は6割ですねで合わせて1407割、ね、今年2020年もちょっとそれは見やすにちょっと勉強を進めてみてください7割7割いやあ,あごめんなさいさあの合計点ね。だから一応行政法規は6割 6割ね、これを目安にやってみてみくださいでこのちょっと裏のページ見てほしいんですけどもおいしょこの問題集ですねしっかりやっていただきますとこれはまあ知識のピラミッドなんですけど A が一番重要 B がその次で C が一番重要度が低い知識なんですけどもこの編みがけしたところ、ね、この問題集を解くことによってこの編みがけしたところを抑えられますからよしですね,ねこれが大事なんですよ特に本試験直前はこんな C ランクなんかやっちゃですよ。 こういう A ランクをしっかり固めるということでここにも一応抜けとおいたんですけどね皆さんもご覧になられてると思いますけど最近とにかくね、この組み合わせ問題が多いんですよ E ローとか E ハーとかで、これも皆さんね、すでに担当実践討論等を経験されてねあ、組み合わせ問題って別にね 一一個一個色派にほのね一個一個の丸×が分かんなくてもこの組み合わせを見てね明らかに含まないやつを元にして消去法で結構簡単に答え出るんだなっていうのはう皆さんすでに経験されてると思うんですよ。でそういう組み合わせ問題が去年もねやっぱり20問、ね、全部で40問出るわけですけどそのうちの半分20問出てますから、ね、ですから、ね、とにかくこのピラミッドの A ランク、ね、この知識をこの問題集を通じてしっかり固める。そうすると組み合わせ問題でもね これ十分消去法を使えば答えが出るようになりますからぜ、ね、ひしっかりとこの A ランクの知識を、ね、あのこの問題集を通じて押さえていってください。でこのあとですね3時間にわたってねかなり私の方でまたこんな早口でどん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 ポイントだけですポイントだけをポン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 喋ってまいります。もう時間がありませんのでねもう一つの足についてじっくり喋ってる時間ありませんからこんな感じです。で皆さんの方におかれましてはねあのもうとてもこの3時間の解説講義聞いてる暇ないよって方もいらっしゃると思うんですよ。 もう本試験直前で,でそういう方は無理にお聞きにならなくてもいいですもうここでプチッとね DVD プレイヤーなりパソコンですねこれプチッと止めちゃってご自分で問題集解いてで解説読んでで合格基礎テキストですねレックの受講生の方がほとんどだと思いますんでレックから出してる合格基礎テキストで知識の確認をやるとそれでも OK です OK です、ね、で逆に一応解説聞くよって方 ね、3時間の講義結構長いけど一応聞くよって方に向けて申し上げますとこの講義お聞きになる前に必ず1回はご自分でこの問題集一応全部で100もあります全部解いてください解いてくださいねそうじゃないと私ねかなり早くしてポイントしゃべってきますからねあの初めて、ね、この問題目にするっていうのではねあんまりこうねうるものが少ないと思いますんで、ねね、そうじゃなくてしっかりねあの知識を吸収する確認するっていう意味でもね事前に皆さんの方で、ね 一回は解いてみてください。で、解く時間は気にしなくていいです。ね、あの別にあのもう今日たったね、たった今もうすぐ解いてくださいってことじゃありませんので、ねその辺は皆さんのねご都合に合わせて何日間かに分けて解いていただいても構いません。いいですね。あるいはねもうたった今すぐねこの後二三時間で一気にガーッと解いていただいても構いません。ともかくこの解説講義皆もし皆さんの方でお聞きになるんであれば事前に必ず一回は解いてください。で、私もそれを前提にどん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 喋っていきますから。 よしですね,ねぜひね行政法規ちょっと苦手だって方ねお,おそらく大勢いらっしゃると思いますんで皆さん必ず合格させますから、ね、しっかりとこの講義を聞いて、ね、行政法規の大事な知識をしっかりと押さえ直していってくださいじゃあいきます、ね、じゃあこちらですね問題集、えー、と1ページです開けてくださいどんどんいきますでもう皆さんねもうすでに、まあ、今私言いましたよねもう1回解いたよっていうのを前提にしゃべりますからねどんどんしゃべりますからねいいですねぜひよろしくお願いします 問いの1番ですね、こちら。こ,こから見てまいりましょう。土地基本法です。こちら。で、ちなみにこれね、もう皆さん全部、全部い、一回解いてますよね。全部、ツです。よろしいですね。これ、全問、正解でき,できましたかね、皆さんね。で、まず、意の足ですね。意の足ですけども、これ、1行目の終わりから2行目。公共用地の処分の促進って、これはおかしいですよね。ね。処分者ダメですよ、これ。ね。これは確保ですよ。 確保、ね、これ実,か実際もう一回、ね、この辺のキーワード確認しておいてください土地基本法、ね、これいわゆるバブルの絶頂期にできた、ね、土地転がしを規制する法律ですから、ね、処分はダメですよ逆にこれ確保確保いいですねで次のロナー氏ですねロナー氏これもちょっとしたひっかけですけどねこれねもう皆さんお気づきになられたんじゃないでしょうか これ、投機的取引をする場合、いわゆる土地転がしですね、をする場合にはって書いてありますけど、そもそもこれ自体やっちゃダメですよね。そういうこと。ね、で、あと次の話ですね。話については、これね、主体が国予び地方公共団体です。で、この土地基本法っていうのはね、とにかく土地を大事にする。ね、土地転がしを規制する。そういう法律なんだけど、その一方で、ね、3行目。私たちの個人の権利利益の保護にも配慮してるんだと。 そういいこででしたねこれ押ささえて,おいてください、ね、であと次の二の足ですね二の足これ都市基本法の目的を聞いてますねで最後平成元年に制定されたってのこれ正しいんですよこれは正しいこれ皆さんすぐお気づきになってうんですけどじゃあこの前半はいかがですかってことこちらこれでこれ実を言うと都市計画法の目的を乗っけてますこうね1組の終わりから。 国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する。ね、これは、ね、都市計画法なんですよ。都市計画法の場合なんですね。これは。ね、ちょっと間違えちゃった方、ね、一応、合わせて押さえておいてください。ね、合わせてっていうのは、ここに上がっている都市基本法の目的と、あと、ね、あ、ごめんなさい、ここに上がっている都市計画法の目的と、あと、この都市基本法の目的ですね。これもね、本当に、 特に土地基本法の目的毎年のように聞いていきますからねあの裏の解説ですね私一時信しませんけど敵皆さんの方でね裏の解説とかめくってねどんどん確認しててくださいねで次今度の足ですけどもこれは2年後じゃないですねこれ毎年でしたねこんな要領でどんどん行きますよ次この問いの2番ですこれも土地基本法ですねこちら